さあ尾崎アジャ組、まあ、ここまでは順当に勝ち上がっての、うん、まあ、全く危なげなくね、はい、大本命ということになりますね、はい、まあ、一方のですね里村加藤、危なげいっぱいに勝ち上がってきましたね、はい、まあ初戦山田香織という難関をですね、はい、クリアして、これはいくかなというね、うん、予感もあったんですけれども、まあやはりその後はもうぐじゅぐじゅになってしまったというね、はい、さあ、いよいよ本になります。さあ今日の里村加藤は一体どういうことになってしまうんでしょうか、ね、やってみないと分かんないですねこれは、はい、まあ、おそらくタッグチームとは、まあ、この相手とはいえ、うん、まあ、当然でもこれ2人で当たっていかないとね、これ巨大な山ですから、逆に言えば当たっていかないとまず勝てないチームだから、はい、前回の上松選手、リエ選手の時のようなことはあそこまではぐちゃぐちゃにならないんじゃないかなと僕は思ってる。おお、はあ、驚きましたね。でもちょっと今落ち方が悪いから肩痛めたんじゃないですか。いやでもアジャもびっくりしたじゃないですかね、あの体勢からまさか肩に担ぎ上げられるとは、よもやよもやというね、アジャコング、ね、あアジャをこれ逆に怒らせてしまったか、ね、っ油断ならんぞっていう、いやーしざしラリアット、すざまじい音、地響きを立ててものすごいね爆裂音のようなものがしましたけれども、相変わらずこの怪物パワー健在であります。さあおいっうわー、そしておわしブッチャーバリー毒バリー殺法、カウント中いやいや余裕シャクシャクの表情がアジャコンゲ、里村選手パーマが治りましたね、この間のあの一晩だけだったんですか。あいや、このサンダーファイヤーも相当ハイアングル、まあちょっとこれ尾崎アジャタックね、いやこれは里村加藤の状、まあ、2人の状況も考え合わせますとですね、あまりにも分が悪すぎますよこれ。やはりこのまま順当に勝ち上がってしまうんでしょうか。まあ一つそのタッグタイトルへの挑戦という意味ではですね、モチベーションがあまりにもなさすぎるなという里村加藤タッグ、仮にこれタッグに挑戦してですね、タッグをダッシュしたところで、この根本的なところで解決してませんから、そういう意味ではこれでも今日はどうですか、いくらなんでもね、いくらなんでもってことですかね。おーキッチンシンク、顔面尾崎に、尾崎の顔面へに当てて、そして吹っ飛ばすと、ね、もう一発、おーっと張り手一発で返していく、お姉さん舐めるんじゃないわよ的な張り手でしたけどね、今のは。さあそしてまたしてもアジャコング、うわ両天にヘッドバット、まあこのアジャの頭の硬さっちゃ有名ですからね、これ有名ですよ、誰かの頭かち割れたことありましたよね、はい、普通の続きっぽくして割れましたね、さあニュートラルコーナーに、うわーうわーうわー、今日はなんかいつにもなしましてこのアジャ様がですね、えぐい攻めを見せてますね。これどうでしょう、自らのこのアルシオンでは割とこのスタンス的に一歩引いてるんで、こういうところでこう発散してるようなね、よそのやつなら潰したっていいだろうみたいな、さあくやこの野球一つとってもこの太い足がですね、膝を背骨のあたりにぐいぐいと押し付けていきます、はい、まあ、余裕シャクシャクでここまでの試合運び、うわ自分とこじゃああいうことしません、言葉失いましたね今のは、うわーそしていやーこの蹴り、長代選手、ああ長代をよく見ておけというふうにね今では言ってましたけれども、いやこれちょっと里村加藤仲たがいしてる場合じゃないですね、潰されますよこれ、おっとおお、なんか今日はどうやらどうやら
ここまではさすがにこれ危機感が出てきましたか、ね、はい、とここは逆にうわっと尾崎に読まれてしまったか、ちょっとやっぱり微妙なタイミングがずれてるってことでしょうね、はい、うそうですかね、まあ、そういった隙をね当然これ見逃す相手ではありませんから、お逆にこれバスタープレスです、はあ、ものすごい距離ありますけれどもね、これうーわーこれはうわカウント2なんとか返しましたよ、これ加藤その子ちょっと虫の息、とにかく厳しい攻めが続いている、うわー人間圧殺系だ、完全にプレスされてしまった、あっとボリチケ返していく、おなかなかしぶといなというね表情を見せました、はい、まあそれにしても仕掛け早いですね、うわー丸田んぼが吹っ飛んできましたね今ね、うわーこれなんとか2人がかりでアジャを、うわさあアジャコンゴサンドバックに見立ててのキック、おー今日は2プラトンいきますよ、合体はああラリアットはうわカウンターで入ってきた、うん、おこのエルボーからうわジャーマン完璧に投げ切りました、うわ危ない危ない、いやジャコングもこれびっくりしたのか 2.8 ぐらいいきましたねこれね、いやいやアジアもちょっと油断してましたかねこれ、さあもうこれはおおうわすごいラリアットカウンターで完璧に入ってしまった、インサイドおお長嶋司会も見ているぞ、さあしかしこのミサイルはうまく、あバックドロップは返した、エルボーはうわエルボーこれ腕でガードしました、あこの辺りアジャ選手そんなに里村選手と当たってないんですけれども、はい、まあそれでももうああいう一つ一つの技をちゃんとガードに身につけてるあたりさすがですね、さすがですね百戦錬磨、よいしょと、これはかわしていくわエルボー、ここは裏剣かわし、逆に腕を取って脇固めはしかし張り手、もうまともにやっとまたやってしまった、またやってしまった、もう意図も簡単に決められてしまう、あっとカウント2、おっと長代が今ちょっとねお前ら何やってんだという、何やってんだかってなもんですね、はい、相手はアジャ尾崎だぞっていうね、おお尾崎選手ですね、はい、このちょっと前にやったあの JD でやった空画戦でですね、はい、ちょっと膝を痛めてるんですよ、はい、この膝狙いというのがいやしかしアジャが遠いかん、いやそれにしてもね、あお今のは加藤選手を踏み台にして踏み台という言葉がぴったり、文字通り踏み台にして膝を添えた、この辺りの加藤の進行やいかにという感じもしますが、簡単にかわされてしまいましたね今のも、おーしかしおーっとそしてうまく里村カットに入ってますよ、さあチャンスだ、さあこれはチャンスだ、おートドラゴンこれも急角度、さあしかしカウント2、尾崎もやおーさあ尾崎の痛めてる膝膝十字これは効果的ですね、あこれやはりテーピングでぐるぐる巻きにしてますんでこれ伸びきるとこれ膝危ない状況になりますよ、さあここはちょっとうわー場外ではアジャが暴れている、おー里村がものすごい空間攻撃、ちょっとアジャ選手アジャがちょっと後頭部を抑えてうなだれ油断してたんでまともに食らいましたねこれは驚きました、さあそうこれは勝機ですよ、さあ流れ式の神々だスーパー神風をうわーいったー苦悶の表情を浮かべた尾崎、さあ これはチャンスだ、しかしカウント2、さあ今一気にあーもうダメだ、完全にしかし里村はアジャを抑えています、アジャも相当あの不意打ちという顔が効いてますよ、苦悶すげー手だー、これはチャンス、これはチャンス、サブさん見ましたね、尾崎もこれ完勝じゃありませんから、あーっとお里村選手が投げつけちゃったんですね、アジャがね
いやーさあ、しかしこれ勝機ありですね、チャンスですね、勝機ありますよ、はい、一気に行きたい、一気に行きたい加藤その子、さあ、ああ裏剣、これ一発で形勢逆転する力ありますからね、さあ、大うまく対応を見せていく、さあ、何を狙うんですか、さあ、もう、おお、ドラゴン、うわー、顔面蹴りが待っていたか、ちょっと、あざをドラゴンっていうのはさすがにね、ドラゴンで投げた選手は、いいでしょう。そうですね、今日のマナミ選手のドラゴンでは投げてないですよ、はい、あのジャパニーズオーシャンとかね、割と重心の低いところから持ち上げていく技はあり得るんですけれどもね、ああ今のかかと落としは、あっ、ぬっ、里村を押しのけて、はい、はい、しかしどうでしょう、怪物アジャトリのちょっと動き鈍ってきましたよ、ああと思ったら、このパンダはいかんともしがたいか、怪物ですね。里村がしかしなんとか食い下がっていこうというところ、いやーしかしその子はちょっとブロック気味であります、さあこのタッチ、里村は強引にタッチをした、そうこれでかなり迷ってますからね、ここで芝居いければ、おー抱え上げられることができるか、しかしアジャコングはがっちりと腕をロックして、はい、まあそう簡単にはね、おお江崎が身を乗り出してエルボーだか裏剣だか、はい、さあ、おっと長屋の前で、うわハイアングル、まさに仁王立ちとはこのことかというカウント、お前が長屋から奪った技だとか言ってますけど、ちょっと違いますね、なるほど、よく分かってないですね、この人分かってるよ、見てんだか見てないんだかよく分からないですけども、まあそのあたりの勘違いの新しいところ、うわ本家本元の裏剣は間一発かわしていく、エルボー、ああデスパイア上げた、いやこれはアジャの体重が、おお、アジャの体重を持ってきてデスバレーね、これはあわよというシーンでしたが、もう一発いければね、息のように止められる可能性ありますよ、これいけますよ、アジャコングさすがにブロッキーか、しかし里村もいとも簡単にあのデスバレー持ち上げましたが、パワーですよね、動きました、あー裏剣、いやーさあ、さあしかしリング上は両者ブロッキーという状況、あー先に立ち上がったのはやはりアジャコングか、ムックと起き上がってきたアジャコング、危ない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 、うわー垂直落下、しかも的確にキャンバスにめり込んだ、おーっと加藤その子がフォローに入った、さあおー里村を今起こして、え？あららららら、あちょっともう相手分かんなくなってるのか、これは加藤その子はね、あー里村を助けたんですけれども、あー浦君一発、今はちょっとカウンター気味に無防備な状況ね、まだ分かってないんだよ、タッグの面白さも。でもな、それも一つタッグの面白さだよ。お前らがそうやって突っ張り合いしてるんだったら、とことん突っ張り合えばいいんだよ。いつか結果出るから。カオルと山田はずっと組ませた。でもお前らは
やんちゃ坊主だからやらせる。そうしなければ答え出ないでしょ。なんか吹っ切れないでしょ。